こんばんは。ヨガインストラクターのみゆです、はい、これから夜ヨガを始めていきます。体を動かすことで心が落ち着き、頭がリラックスして眠りにつきやすくなります。ぜひお風呂上がりや寝る前に取り入れてみてください。はい、では早速ポーズへ入っていきます。ではまず膝を立てて座っていきましょう。では背中の後ろについていきます。はい、では吸ってお尻持ち上げていきましょう。さあ、体が床と平行となる平らに体を持ち上げていきます。テーブルのポーズです。さあ、お腹の上に物が乗っかるでしょうか。テーブルのように体をイメージして作っていきます。ゆっくりお尻を下ろしていきましょう。さあ、次のポーズ。さあ、両手太ももの後ろ、まあ、少しずつ上体を後ろ倒していきましょう。はい、足を持ち上げていきます。まずはふくらはぎ床と平行、反転したら両手離していきましょう。さあ、チャレンジする方は膝を伸ばしていきます。さあ、ここで3つキープしましょう。1つ2つ、ラスト3つ。はい、では膝を曲げて下ろしていきます。息をふーっと吐いてリラックス。はい、では仰向けになっていきましょう。はい、では今度背中の後ろにゆっくりと腕をしまい込んでいきます。さあ、肘でマットをして上体を持ち上げます。さあ、頭のてっぺんマットへつけたらここでキープ。胸を大きく広げ、呼吸入れていきましょう。魚のポーズです。吸う息、胸が大きく広がって、吐いてお腹をへこませて、さあ、もう一呼吸。はい、では戻すときはゆっくり頭を下ろしていきましょう。さあ、腕を背中の後ろから取り出したら足を大きく広げ、手のひらを待って手のひら天井、リラックスしてシャバーサナ。さあ、呼吸整えていきます。さあ、このままゆっくりお休みしていきましょう。はい、いかがでしたか。皆さん、お家で過ごす時間が増えて不安な気持ちでいるかと思います。体を動かして少しでも楽しい気持ちで過ごしてくださいね。ヨガは動物や物や形に似たポーズがたくさんあります。ぜひ皆さんもお家で物や形、好きな動物の真似をしてポーズを作ってみてくださいね。では、エンジョイ、ステイホーム。ヨガインストラクターのみゆでした。バイバイ。